さあ、こんにちは。ティーダードビアクーボーイ、A 級巨人ファンのキングタケです。近鉄選手、コーチを務めた谷選手の凄さいます。谷慎一さんですね。はい。ショートですね。はい。不動のショートですけども。ルーキーや2年目は本当に活躍し、送りバントも30個以上決めましたね。まさに送りバントの達人。いや、太鼓の達人。送りバントの達人。そいやー、これはフルコンボしましたね。はい。まあ、ホームランも足は速くはないですけど、ただ盗塁はちょっと無理でしたね。はい。守備はまあまあ、ルーキーやと2年目は安定してましたからね。100試合以上と60試合以上出たね。その後は怪我や不振などで、成績が下降で結局引退しましたね。近鉄のコーチを務めたそうではございますが、優勝には絡めなかったかな、というところかな。はい。ちょっと経歴はそこまでわかりませんけどもね。はい。もうちょっと怪我と不振さえなければ、もう不動のショートになれたかもしれません。近鉄は確かにショートが課題ではございますけどもね。はい。ギルバートいましたね、昔。はい。まあ、合併する前とか。はい。以上です。バイバイ。